ソフトバンクグループソフトバンクグループジャパンソフトバンク A ホールディングス Z ホールディングス Z フィナンシャルペイペ銀行三井住友フィナンシャルグループ三井住友銀行ペイペ銀行ペイペ銀行株式会社は新たな形態の銀行に分類されるネット銀行 Z ホールディングスの子会社である Z フィナンシャルの連結子会社三井住友銀行の持ち分法適用会社 2021年4月5日、株式会社ジャパンネット銀行略称 JNB から称号を変更された。1998年末までに日本におけるインターネット利用者が1694万人に達していた状況に鑑み、桜銀行はネットユーザーのデファクトスタンダードとなるような決済手段を提供すべくインターネット銀行設立の検討を開始した。 時同じくして、ニフティを参加に置き、自社ネットワーク事業のコンテンツの充実を目指す、富士通との思惑が一致したことから、1997年7月、桜銀行と富士通は、インターネット銀行設立における、基本合意を締結。さらに当時、爆発的に普及していた、i モードを要する NTT ドコモや多様な、顧客基盤を有する日本生命保険なども参画を、 表明し、2000年9月19日に桜銀が50%、住友銀行、富士通、日本生命が各10%、東京電力、三井物産、NTT 東日本、NTT ドコモがそれぞれ5%を出資してジャパンネット銀行を設立。同年10月12日に開業した。2004年12月には口座数は100万を突破し、 翌2005年3月期には、黒字化を達成した。2006年6月29日、ジャパンネット銀、三井住友銀、ヤフーの3社で、資本、業務提携を締結。同年9月29日には、第三者割り当て増資を行い、普通株式を三井住友銀とヤフーに対して、取得条項付無儀決券株式をヤフーに対して、それぞれ株式を割り当て、追加出資を受けた。 これによって、ヤフーが三井住友銀行と同じく40%を出資をする筆頭株主となった。提携の発表当初は、金融持ち株会社を三井住友銀行とヤフーが共同で設立し、その子会社とすることも検討されていたが、その後進展は見なかった。2014年4月30日付で、ヤフーの所有する優先株が普通株に転換され、 三井住友銀行及びヤフーの持ち分法的用害者となった。2018年2月1日にヤフーの連結誌会社化し、それを機にこれまでの三井住友銀行出身者に代わってヤフー出身のタクサリー知人が社長に就任した。2020年7月31日、取締役会にてジャパンネット銀行からペイペ銀行への称号変更を決定した。 同年9月15日、称号変更日を2021年4月5日とすることを決議。個人間及び個人と法人間のインターネットを利用したオークションやネットショッピングなどによる少額の決済業務、証券会社、商品先物取引会社、FX 業者などの口座への入出金等の決済業務に特化している。例えば、Yahoo ーオークションと提携し、 落札後の決済を行えるようにするなどである。他にも、投資信託の販売業務、カードローンなどの個人向け融資業務にも注力している。また、2008年6月19日には、都との販売が開始されたについで2行目。ビザデビットサービスは2013年12月より、参入。キャッシュカード一体型で発行されるが、カードレスタイプのバーチャルカードも追加で発行可能。 2018年11月からはビザのタッチ決済に対応した IC チップが付いたカードで発行されるが IC チップにはキャッシュカード機能がないため国内 ATM を利用する場合は従来同時期ストライプを利用した取引となる個人口座に紐づいたデビットカードは1回の利用金額500円ごとに1円が還元され毎月15日に前月の還元分が 口座残高に反映される。2021年2月28日までは1回の利用金額500円ごとに JNB スターが1スター付与されていた。溜まったスターは手続きをすることで1スターイコール1円で残高に反映させることができる。2015年9月1日から2019年5月20日まではコンビニエンスストア大手のファミリーマートと T ポイントとの提携カードである。 ファミマ T カードも発行していた。新規発行受付終了後も T ポイントとの提携を継続しており、本カードで決済すると JNB スターやキャッシュバックの代わりに T ポイントが付与される。振込手数料は一般の銀行に比べ比較的低廉に設定されている。預金取引などを扱う窓口のある支店は本店営業部のみとなる。支店そのものは ワンタイム講座専用支店や各種サービス専用の支店、また個人、営業性個人講座としては本店営業部の他にジャパンネット銀行時代に解説のスズメ支店、はやぶさ支店、フクロウ支店、ペイペ銀行時代に解説のツバメ支店、カワセみ支店、ウグイス支店、とき支店があり、さらに法人講座としてはジャパンネット銀行時代に解説の ビジネス営業部がある。なお、店舗所在地は、本店営業部と同一である。現金の入出金は、三井住友銀行、イーネット、セブン銀行、ローソン銀行、ゆうちょ銀行、イオン銀行の ATM 網を利用して行うが、手数料が必要となる。ただし、取引条件によっては、ATM 利用手数料が無料となる。取引状況は、 ネットバンキング上で紹介できるため、預金通帳はなく、原則ネットバンキングによる取引となる。なお一部取引については、本店窓口でも取り扱う。また窓口でしかできない処理もある。当初の口座取扱店は、本店営業部のみであったが、それ以外には、2006年10月26日、ヤフーネットバンキング開始に伴い、ワンタイム振込専用の支店が開設された。 この支店名には、星座名が採用された。他にも、各種サービスのための専用支店が開設され、樹木や鳥類から、支店名が取られている。個人、営業性個人口座は、二千九年九月十七日、以降順次、新たに、ジャパンネット銀行時代には、鈴芽視点、は支店、フクロウ支店を、ペイペイ銀行時代には、ツバメ支店、カワセミ支店、ウグイス支店 時視点が開設され、新規店舗は今後も口座保有者の増加に伴い順次開設される予定となっている。法人口座としてはジャパンネット銀行時代に開設のビジネス営業部がある。口座数は日本初のネット銀行として当初はトップを保っていたが2005年にいいバンク銀行に追い越されている。かつては i m o d 対応携帯電話から JNB 総合間の振込みをする場合の振込み手数料10円を売りにしていたが、イスウェブ及び JSK 対応に伴い、2003年4月からはパソコンからと同額の52円に値上げした。2021年4月5日からスマートフォンアプリで操作を行うことで、セブン銀行 ATM 利用時にキャッシュカードを必要としない、スマホ ATM のサービスを開始した。 支店一覧表から存在が確認できる支店の名称と支店コードは以下の通りである。その他にフラミンゴ支店とペンギン支店はホームページ上でその他支店と分類されているほか、振込専用口座専用支店としてヤギ座支店水亀座支店ウオ座支店が存在している。以下の ATM が利用可能である。当月最初の入出金は、 取引金額に関わらず無料。2回目以降は取引時間帯に関わらず取引金額に応じて以下の通り手数料が徴収される。ただし、前月の預金平均残高が3000万円以上の場合は、ゆうちょ銀行 ATM 以外の連携 ATM が手数料優遇により金額に関わらず無料となるネットバンキングにおいては、ペイペ銀行の口座間なら無料。 他項宛ては3万円未満が176円、3万円以上が275円で、ある。ただし、個人口座に限り、三井住友銀行ペイペ銀行本人名義間の振込手数料は、優遇扱いとなり、振込手数料が0円となる。本店窓口の場合、ペイペイ銀行内の口座宛ては3万円未満が660円、3万円以上が1100円。 た、金融機関当ては3万円未満が1320円、3万円以上が1760円である。また、前月中の普通預金と定期預金の合計平均残高が3000万円以上の場合ネットバンキングによる振り込みが、個人口座は多項当て振り込み手数料は月5回まで無料となる。個人事業主口座と法人口座は投稿当てと、 多項当て振込手数料が月5回まで無料となる。2012年7月より、高座辞手数料は廃止となり、無料となっている。それ以前は、下記のいずれかを満たしていないと、月額189円が徴収された。また、ハードウェアトークン方式のワンタイムパスワード導入のため、2006年10月1日から月額105円から189円に改定された。 ありがとうございます。